はい、どうも、こんにちは。ラクラク、ラックです。クロックタワー、パート4、やっていきたいと思います。はい。銀の鍵はどれか。銀の鍵をここで手に入れて、どれかわかんなくなりましたね。で、あと、ローブ。黒いローブを手に入れたとこからスタートです。これが切断されてて、あとは、特に何もない気がしたな。あとは何もないかな。で、銀の鍵。金の鍵も空中じゃない。アイテム欄じゃないところで持ってるらしいので。じゃあ、とりあえず行って、鍵が閉まってるとこって言ったら、この2階の中央のところと、こっち側の、ここの、ちょうどこの2階ですね。のところに行ってみたいと思います。どちらかが開くと思いますのでね。鍵開いてる場所、あ、鍵閉まってる場所っていうのはそこしかないですからね。あ、ちょっと待ってね。一応説明書読んだんですけどね、ページの最後の方、なんかネタバレしてましたからね。ヒントとか言ってほとんどネタバレだったんでね、ちょっと読んじゃいましたけど。はい。でもちょっとよくわかんなかった。ちょっと読んだけどよくわかんなかった。だからもう今頭の中にない。昨日、まあ別日で撮ってて、その昨日なんですけどね。昨日に当たるんですけど、昨日の録画して終わってから撮ったわけです。まあでも、まだそこまで行ってないから、まあ覚えてなくていいやつことで、今はもう頭からポンと抜けてます。ここじゃないみたいですね。銀の鍵、どこだろう。もう一つこっち側に。閉まってる場所があるんで、そこまで行きましょう。走っちゃダメだよね、やっぱりね。体力すぐ減っちゃいますからね。はいはいはい。はいはい。あ、ここだ。何がある？真っ暗はやめてほしいな。真っ暗はね、おー、なんだこれ。これを先に、電気つく？電気ない。まず、近いところ。本に紙切りが挟まっている。魔像は厳重に保管すること。魔像、木は森の中に。人は人々の中に。象は象たちの中に。どういうこと？随分埃が積もっている。以上。じゃあ次これ。あれ？反応しない。一面に、壁画が描かれている。棚に隠れて全体が見えない。じゃあこの棚を押そう。というのはまず後かな。椅子から先に調べよう。あ、本も調べるな。椅子から先に調べよう。他はもうないもんね。これと、これか。あ、見てなかった。ただの椅子？普通の椅子だ。魔術書に魔術ってノートが書いてある。時を膠着させる。ザ・ワールド。違う。時計と大時計を停止させる。ザ・ワールドですね。ザ・ワールドをしろっていうこと。机の上には様々な医薬品が載ってる。やっぱ俺、誰なのかな。進展はなし。なんかアイテムをゲットしたわけでもない。ここ、動かすとか。関係ない？随分埃が積もっている。じゃあ、魔像はどこに行ってた？魔像は魔像。音消えたよ。安っぽい魔術書が並んでる。一回しか読めないのあれ。魔像は魔像の中にって書いてたな。もう一回こっち読もう。本。魔術書に並んでるロードが置いてある。時を膠着させる。膠着？膠着じゃなくて膠着。あと何もなさそうだな。薬品でしょ、普通の椅子でしょ、動かないでしょ。もう一回 A 見てみよう。壁画特になし。じゃあ出ようか。棚に隠れて、違う。
あとはなさそうだな。じゃあ行きましょう。走っちゃダメだって。特になしか。テレデって止まるのやめて。電話乗ってるな。卵はどうやって落とすんだ。ロープとロープがある。ロープ何に使うんだ。ロープで卵を引っ掛けるとか。とりあえずやれることはやってみよう。あ、走ってない。歩いてこう。ロープとロープがある。特に使うものはな、そうそう。この箱には何も入ってないよな。取り乗すのよ。ロープ使ってな、何もなんない。棒で取り出して、鳥をおびき出して、ロープで引っ掛ける。イラ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 。ん？あれ？もう変化なし？あ、変化なしか。出たらもう意味ないのか。あ、出ちゃったらダメなんだ。じゃあ関係ないのか。じゃあどこ行けばいいんだ。この鳥は一体何だったんだ。この香水もよくわからん。象、魔像は魔像の中に、森は森の中に、人は人々の中に。ちょっとよくわかんないな。この辺も調べることないよな。これ、ここ開かないしな。鍵持ってないもん。ロープを崖で使うとか。あの崖に使う？でも使えるかな？使うとしたらどうやって使うんだ？階段。こっちは何もない。中庭ももう行く必要ないよな。そしたらあとここの奥の鍵なんだけど、この奥の鍵は何に使うんだ。どこにあるんだ。また調べてないのがある。まだ調べてないのがあるのか。わからん。もう一回、あそこだ。あれ、あれ。物置だか、小屋の中、入ってみようか。ちょっと一旦こっちの鍵の方を見てから。何もないよな。この、あ？窓反応するな。窓見てないな、俺。窓一個一個見ていくか。窓全部に反応する。一個一個見ていこうか。開くわけないよな。一個一個見ていく？これ。オッケー、わかった。変わってないようだから、一個一個見ていこう。プール。プールに降りれないのか。同じかな。全部同じっぽいな。じゃあもう中庭行って、小屋の中入ろう。牢屋の小屋の中に入りたいと思います。メアリー先生、起きてるかな。ここ真っ暗でよく見えないんですけどね。映してる、やってるときは見えるんですけどね。YouTube にアップしたときに見れなくなってっていうのはね、ちょっと暗くてね。ここ、小屋があります。ちょっとプールの方行ってみましょう、まず。そしてから、プールで何か調べてからかな。ここプールなんですけど、全然見えないんですっけ。見えないんですっけ。なんもないな。反応もない。この橋もあるけど、はい、戻りましょう。特にないようだ。
もう見えないから早く移動したいんですね。ほんと真っ暗なんで。YouTube で明るさ上げれば見れるんですけど、ちょっと明るすぎるとね、ここにいるジェニファーがすごくてかっちゃうんですよ。でも、ジェニファーのね、白い肌がもっと白くなっちゃってるね。どうだ？誰もいなくなってるな。進展はなしだ。まだ棒あるよ。くそ、ここにいてバレたからな。ガラシとかかけれない。また閉まってる、鍵。もうここ洋梨か。そうか。なんで休むか。洋梨っぽいな。ちょ、一旦ガレージの方行ってみますか。ガレージっていうか車置いてるところ。あそこもまだよくわかんないし、車。車運転してみよう。今日は車運転してみよう。どうなるかわかんない。しかし、歩くの遅いな。ないもんな、本当に。何も。これはあれでしょ。家の、小屋のポイントが変わるやつ。こっち側も全部同じかな。今回も前編は何も進まない感じかな。はい、何もないです。行きましょう。結局何もないな。これほど何もないと本当に辛いな。どこ行けばいいんだ。このテーブルも怪しいけど何もない。本当。うん。行きましょう。このまま横に。この部屋が何でしたっけ。あ、キッチンだ。キッチンだってもうハムもないでしょう。フライパン持ってく？いや、フライパン何に使う？何もなかったらキッチンに寄っていきましょう。結構何かあるかもしれない。ロープだよ。ロープ何に使うんだよ。スコップ持っていけない？うわ、車ない。じゃあこの鍵いらないじゃん。何かないかな。もう何もないよ。じゃあやっぱり、じゃあ崖の方行こうか。崖っつうか崩れた床のところに行ってロープ張れるかどうか。張れるわけないよね。何もないな。走っちゃう、もう。なんか、遅いのやだ。キッチン行ってからね。よし、走ろう。さあ、キッチン行きます。また、冷蔵庫の中に何かあるかもしれないですし、何もなさそうです。走って行ってからの、これ。もうないよね。空っぽだ。何もないのかな、じゃあ。なんか全部同じようなポイントばっかりだしな。なさそうだ。何もなさそうだ。走れ、ジェニファー。何もないよ、だから走ろう。走って体力つけようぜ。本当に何もないからさ、このまま横に走っていこう。結局本当何もないの？オレンジになっちゃった。一旦休もう。ここがシャワー室だな。シャワー室ももう何もないだろうから。何もない。今回本当に何もない。分かったのは車がなくなったってだけ。もう一回オウムの方行ってみよう。何もない。さっきから何もないしか言ってない。オウムはもう大丈夫なのか。そのまんまか。ここもう何もないの。下とか電気消すとか。なんかここ最初から電気ついてて怪しい。電気消せば何か光ってる。何もない。
調べるとか電気消した状態で調べるとか、電気消した状態で鏡見るとか、これがよくわかんない。てててて、はい、うぅ、びっくりさせんな。やっぱ電気つけよう。もう今のでめっちゃ胸が痛くなった。めっちゃドッキリした。何もないよね。心臓めっちゃバクバクいってます。鏡回れるってさ、めちゃくちゃ不吉だからね。鏡割れたの見ちゃいけませんよ。ここも何もない。暖炉とか何もかありそうなんだけど、何もなさそうだし、カーテンとかない。すっかり暗くなっている。もう真っ暗でしょそりゃ。うー今日は不吉すぎるな。使われていないのかしら。なんかさっきから動いてる気がするんだけど、気のせいだな。この箱空っぽだよな。もう一回見てみよう。なんかあるかもしれない。フラグ立って。空っぽか。もうやだな。テレビはもう壊れてる。なんもないよな。走れ、もう嫌だ、走ろう。こことか何もないでしょ。屋敷の中庭のようだ。中庭広いな。今回何がしたいんだよ。びっくりすることばっかりだよ。あと何調べればフラグが立つんだ。もうフラグとか言っていいよ。フラグ立ったからみんな脅かしてくるんでしょ。もういいよ。次ロープであそこ張ったらどうなるんだろう。まさかレスキュー隊みたいにさ、レスキュー隊みたいな渡り方しないよね。そんなことしないよ。だってロープ立ってそうするしかないじゃん。ロープしてたら向こうになんか投げ縄みたいに投げて、で引っ掛けてって感じ。そんなことしないでしょ。ジェイはそんな器用じゃないでしょ。シャンデリア、場所がほんとわかんないな。あ、しょ、ここ行くのは無理なの。ポイント当てられない。思い切り連打します。あ、無理か。じゃあここほんと用なしだな。香水何ですか。夏だ。何もないでしょ。何もない。休もう。私は一体どうすればいいんだろう。私は一体何をすればいいのかしら。私はこの屋敷で何をすればいいのかしら。何言ってるか分かんない。あ、口を動かす練習しよう。あ、なんかね、ほんと、喋れないね。なんかほんと、噛みすぎてるとほんと俺喋れないなって思うんですね。ここの階はもう、用なしだ。ほんと何すんだろう。鍵立てないでしょ。そしたらあの部屋しかないよね、やっぱり。ここはもう中庭だから行く必要ないと思うし、シャワールーム行ってみよう。シャワールームだけ行ってない。シャワールーム違かったら、もう一回あの、空いた部屋行ってみよう。オウムが気になるな、オウムなんだ。まあいいや。ちょっと、ロープ何するんだろう。俺、クロックタワーと思ってたのがさ、結構シザマが追ってくるのかなとか、そういう風に思ってたんですけど、全然追ってこないですね。青鬼みたいな、そんな感じかなとか思ってたんですけど、何もないですね。全部調べなきゃいけないのかな。トイレも何もないみたいだ。何もない。
ないでしょ。使える。じゃあシャワー浴びれば洗面台は、何もない。何がしたかったんだよ。だけだけ、それだけ。これもフラグ回収違う。何がしたいの、一体何がしたいの今回。まだ鳴ってるし、どうすればいいんだ。切れば切ないな。すいません。2階の鍵が開いてない部屋があと一つあって、その鍵が見つければあと謎が解けるんだけど、でもその鍵がない。一体どこにあるのか。って言ったら、あの何もなかった部屋しかないですよね。こっちか。こっち何もないし。中庭もプールだけで何もポイント変わりませんでしたし、ここだけなんだよね、あと開かないのね。どこにあるんだ鍵。ここがほんとよくわからない。でーでーデレデレン。押す引く。はい。ロープ使ってみよう。何もない。そうか。薬品と混ぜる。マジでノートが置いてある。先を膠着させる。膠着させる。なぜ膠着って読むんだろう。大きな時計との時計を停止させる。さまざまな薬品が残って載っている。普通の椅子。壁が隠れて全体が見えない。この棚をどうにかしたいな。鍵もいらねえだ。もうわからない。出よう。でも他に 何もないし。あそこの謎だ。もう一つ気になるのはあの真っ暗の部屋、もう一つありましたね。その中に入ってのやつだな。何かあるかな。うわもう時間か。あれと食器。ここ電気つかないので本当に。なんかある。うわ向こうが登れるし。ダメだ。じゃあロープがありますけどどうですか。かけないか。はい、ということで、じゃあ今回は、進展は全くなしですけど、どうすればいいんだろうね。セーブして終わりにしたいと思います。はい、パート4
進展はあまりなし あまりなしといった感じでしょうか。もう場所が全然わからないので、進められたらそこから撮るかな、それとも普通に撮るかわからないですけど、一回撮ってみてダメだったら進めたとこからスタートします。ということでパート4これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。